さて続いては今週から始まる新しい企画のコーナーですが、どんな内容なのかは VTR を見てのお楽しみ。どうぞ。どうでしょうか山地さん。記念すべき締結2周年目の商品だろこれ。何かもう一工夫欲しいよね。そうですか。これだよこれ。これでいこう。はい。一体この二人は何者。この後米田吉田のワイワイコンビへとんでもないオファーが提示されることに。いや私この時間が一番好き。私もです。どこ行く。景色のいいところがいいです。じゃああそこにしよう。はい、行きましょう。ワイワイコンビが向かったのは緑展望園。ご覧のような素晴らしい景色が楽しめる、いわば県庁のオアシスといったところ。いやーこれ吉田さんは何弁当。これはね、折り詰め幕の内弁当なんですよ。ヨルさんのは何ですか。これはすき焼き重。あーそれもいい。いただきます。彼女たちはどこにいるんでしょうか。広報課だからこの建物かな。おいしい。ああの上だ。おいしい。おいしい。失礼します。突然ですが米田さん、吉田さん、コンビニ弁当を企画しませんか。実はこちらの2人、コンビニエンスストアファミリーマートの商品開発担当者。兵庫県と株式会社ファミリーマートとの連携と協力に関する協定の締結2周年を記念した弁当を企画していたところ、兵庫ワイワイの番組内で美味しそうに食べるワイワイコンビを見て白羽の矢が立ったというわけだ。兵庫らしい弁当をテーマに、お二人それぞれにお弁当のレシピなどを企画してもらって。それぞれが企画ってことは一人一種類のお弁当を作るってことですか。せっかくですから人気を競う対決をしても面白いんじゃないですか。協定締結2周年を記念したお弁当の企画なので、兵庫の美味しいものを知っているお二人の力が必要なんです。素敵なオファー。兵庫には美味しい食材がたくさんあるし、どんなお弁当にしようかな。弁当企画ってできるかな。しかも吉田さんと対決。ご協力お願いします。お願いします。やります。やらせてください。ありがとうございます。というわけでワイワイコンビのお弁当企画がスタート。こうご期待。さあ私たちワイワイコンビでファミリーマートのお弁当を企画することになりました。あれ米田さんどうしたんですか。私あの正直ちょっと不安ですよ。そうですか。吉田さんあのすごい飛びついてましたけど。いやもう嬉しくって。いやでも実は皆さん、このお弁当8月末に販売が決定しているんですよ。はい、割とこう時間のない中ですからね。はい、まあでもやるとなったからには美味しいお弁当頑張って作りますよ。頑張りましょうよ。はい、もうね、美味しいものが大好きな私にとってはこんなに嬉しい企画がないんですよね。そうでしょうね。はい、あの兵庫県の美味しい食材をたっぷり使って皆さんにも美味しいって言っていただけるようなお弁当のレシピを一生懸命考えますので、皆さん応援してください。ということで始まりました、題してワイワイコンビのチャレンジコンビニ弁当。今回を含め全6回のシリーズでお届けします。どうなることやら、お楽しみに。はい、以上ワイワイコンビのチャレンジコンビニ弁当第1話でした。